縫った後は花臭の薄め液で筆を洗います。花臭を使いますが、花臭の薄め液を使ってください。黒を塗りました。次は緑を塗ります。次は緑の上に小豆色を塗ります。垂らしていきます。まだらに塗ってみました。これをこのまま乾かします。塗り終えただけですが、これを水ペーパーの240番で削っていきます。回しながら削ります。
粗削りで一応こういう柄を出してみました。削り方によっていろんな柄が出ます。これまだ仕上げします。今粗削りです。次は水ペーパーの600番で削ってみます。柄を見ながら削っていきます。中仕上げをしました。次、旋盤で仕上げをします。こすり終わりました。クリアを塗ります。ツヤ出しですね。艶出しをしてみました。